じゃあここ座って大丈夫？はい。あ、のぞみちゃんの部屋なんか初めて来たからなんか落ち着かないな。本当？うん。ソーシャルディスタンス。あ、うん、ああ、そっかそっか。ねね、そうだよね。続きを取らなきゃいけない。うん。あ、そっか、ソーシャルディスタンス。めっちゃね、だってね。そうだよね。家、うん、やっぱ厳しかったりする。そうなの。私市役所で働いてるから。そうだよね。そう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 。もう徹底してる。徹底してる。ああ、そっかそっか。あ、よかったらどうぞ。はい。ああはい。あ、ありがとう。手大きいもんね。え？手大きいもんね。あ、うん、はい。4いく？ 4 プッシュ。うん。あ、4プッシュか。足りる？うん、びちゃびちゃ。めちゃくちゃびちゃびちゃ。うん、大丈夫さ。どうだろう。すごいアルコールの匂い。うん、のぞみちゃんなんかいい部屋、素敵なお部屋住んでるね。恥ずかしいな。結構長いの一人暮らし。うがいした？あ、してないかも。あ、してまーす。ごめんごめん。あ、オッケーオッケー、全然。そっか。オッケー。オッケー、大丈夫です。めちゃくちゃ、なんか、めちゃくちゃ空気清浄機。そう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 。そうそう。あ、お茶どうぞ。うん。あれ、これ口紅ついてる。あ、じゃあこっちか。あ、そっかそっか。いただきます。うん。なんかいいな、うん、なんかわかんない、初めて来たけど落ち着くな、のぞみたいな。あ、ほんと、うん、あっち向いて喋れる。え、あっち向いて喋れる。あ、それはそうそうそう。あ、そっか、ツバがあって、うん、なんかほんとはね。あ、そっかそっか、うん、でもなんか嬉しいな、うん、うん、やっぱ彼女の部屋をこうやって入れるの。いや、彼女って呼ばれるの恥ずかしい。恥ずいな、ごめんごめん。恥ずかしいよ。ダサい、ダサいか。恥ずかしいって。ダサいか、うん、やめてよ。うん、すごい、やめてって。距離感じるんだよな、うん、いや、恥ずかしい、やめて。すごい距離感じる。やめて、うん、普通ならこうね、ボディタッチのポイントだもんね。あ、そっかそっかそっか。なんか初めてで落ち着くっていうのなんか嬉しいな。実家に似てんのかな。そう、うん、なんもないよ。うん、なんかね、ガランとしてるけどシンプルで。うちの母ちゃんもさ、物置くのあんま好きじゃなかったから。あ、一緒のタイプかな、うん、お母さんに似てる。結構似てる。あ、そっか。ごめんごめん。うん、なんかすごい喋り方とか似てて。あ、そうなんだ。あのね、会ったらお互い笑っちゃうと思う。やだな、うん、まさこみたいだね、なんかそんなんだよね。めちゃくちゃ話しづらいな。まさこんじゃん。でもなんかすごい楽しんでくれてるもんな。本当やだな。めっちゃ笑ってるもんな。うん、いいんだよな。じゃあマサコンじゃないわ、やめてよ。将来犬飼いたい。あ、犬飼いたいの。うん、犬好きなの。犬好き。いいね。で、猫派犬派。俺犬、断然犬。あ、本当、うん、よかった、安心した。犬飼おうよ、絶対将来。犬飼いたいね。うん、どういう犬、種類は。ダックスフンド。ダックスフンドね、いいよね。見た時に可愛すぎて、うん、可愛すぎて。そう、子供できたタイミングとかで犬飼いたい。いいね。うん、そっか。一軒家派、マンション派。俺はね、一軒家はもちろん住みたいけど、うん、やっぱまずはマンションだね。あ、そこ違うかも。じゃあ、嘘、もう一軒家に住んだことがなくて。あ、そっかそっか、うん、だからマンション。うん、自炊する。全然コミュニケーション取れてる感じしないんだよな。自炊する。のぞみちゃんはこれでちゃんと楽しんでるのか。なんかさ、アルコールってこすったらさ、なんか出てくるよね。すごい変な話してる。アルコールってこするとなんか出るっけ。ね、
どういうタイプのアルコールが好き？ちょっとごめん。それは何？お酒の話？ウイスキーとか？あ、ジェルか、その普通のシュッシュってやつか、うん、あと除菌ができるそのシートタイプか、うん、あとスプレータイプかみたいな。うん、どれが好き？あ、案外ジェルとか好き。あ、ジェルか、うん。あるよ。はい。いやいや、したした、さっきすごい。なんかさ、うん、すればするほどしたくなるものなんだ。クイズね。すればするほどしたくなる？うん。もっと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 よりよりモアおすればするほどしたくなるものなんだ。ももあわかんない。アルコールのプシュ。いや、なんないけどな。そんなずっとやってない？アルコール。うん、ジェルタイプだったらなんか保湿にもなるかな。なんないと思うよ、多分。肌荒れちゃうよ、うん、やりすぎ良くないみたいな書いてない？書いてる書いてる。書いてるならやっちゃダメだよ。何度が好き？アルコール全然楽しくないな。せっかく彼女の家に来てめっちゃ本来楽しいはずなのに全然楽しくない。アルコール何度ぐらいが好き？何度ぐらいのアルコールが好き？わかんない。なんか、あるの？その75度がマックス。マックス75度じゃない？わかんないわかんない、その、知らん。で、市役所そんなもわかる？うん、75度。あとさ、ちょっと知らない。なんか、外のアルコールさ、水みたいな時ない？あ、ブシューみたいなね。そうそう、水みたいな。で、匂ったらさ、水みたいな。匂って水？あるね。なんかそのアルコールの匂いしないやつね。そうそうそう、あれやだよね。もうアルコールの匂いしないと不安になるみたいな感じ。やったかないよね。あれ歯磨くときさ、もう血出るまで磨いちゃうタイプ？どういうこと？全然盛り上がらん。もうアルコールの話がしたくないのかな、この子。あ、すごい。かわいい、これ。あ、ねえ、かわいいよね。ワンちゃん置物？ワンちゃんの置物。なんか。それね、おじいちゃんがね、うん、小学3年生くらいの時買ってくれたの、動物園。すごい！めっちゃ物持ちいいじゃん。私めっちゃ泣いたんだって、動物園で、うん、買ってほしい、買ってほしいって。めっちゃ泣いたって。かわいい。でもなんかすごい、なんか、歴史も感じるし、すげえ素敵。ねえ、かわいいよね。いいね。貸して。ん？貸して。あ、やっぱね。そう、ほら、やっぱあれ結構さ恋しくなったりするもん。よくめっちゃ消毒してる。量が多い。すごいショック。ちょっと待って、どういう、すごい。拭いてはかけて、拭いてはかけて的なこと？ちょっとなんか飛んできたんだけど、水滴が。何が起きてんの今？俺の後ろで一体今何が起きているの？やりすぎだって。おじいちゃんも言うよ。俺、おじいちゃんとの思い出も除菌されちゃうよ？ねえ。もうやめてあげてって。お願い。俺が計測室に触っちゃってごめんなさい。うわ、怖い。嘘でしょ？ジェルいってる？え？なんなのそれ。もうめっちゃ飛んでくんのよ、いろいろ。OK。 かわいい。かわいい。久しぶりだね。かわいい。今近くで見たらびちょびちょだったな。かわいい。かわいい。かわいい。こっちは痛かった。触ってほしくないんだ。もう俺が絶対に触らないようにしてるんだ。なんもないよね。え？ん？帰ろっかな。もっと一緒にいたいよ。どっち？これ帰ってテンション上がってる？一回ちょっと試すか。じゃあやっぱもうちょい言おうかな。うん。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ帰ってほしかったんじゃん。じゃあ、いや、やっぱ帰るわ。
そんなに言うなら。じゃあね。気をつけて、本当に。本当に気をつけて。はい、またまた。はい、気をつけ。帰るか。多分俺のいた場所めちゃくちゃに消毒されている。その音が聞こえる。